次のトピックは DefSec の検索と DefX ということで、この RefX というのは下に書いてありますようにリファレンスエクスプレッションデータセットという私どものセンターで提供しているサービスの一つです。で今回の資料をですね ModDB のこの Wiki の方に一番最後の私の発表のところの内容というところにありますので適宜参照していただきたいと思います。で内容に入る前にですね簡単に自己紹介をさせていただきたいと思います。私はライフサイエンス統合データベースセンター DBCLS の内藤祐樹と申します。この4月にですね当センターの方に着任いたしました。それまでは何をしていたかと言いますと、東大の理学系研究科生物化学専攻という、場所はその隣の建物理学部3号館なんですけれども、そちらの方にいて RNAi とかマイクロ RNA といったスモール RNA に関する研究を、ウェットなラボだったんですけれども、そういったことをやっておりました。で今日はご紹介しないんですけれども、RNAi を効率よく行うためには SIRNA の設計というのが大事なんですね。で、よく聞く SIRNA を簡単に設計できるようなウェブサイト SI ダイレクトというサービスを、立ち上げたりしておりました。で、ツイッターやっております。 ID がメソアンダーバーカカセで、こういう顔のアイコンなので、もし皆さんやられている方いらっしゃいましたらチェックしていただければと思います。で今日お話しする、内容なんですけれども、今日はですね遺伝子を探すということと、あと探した遺伝子を眺めるというお話をしたいと思います。でこれはドライな、方、ドライ寄りな方だけでなくて、普段実験をされているウェットな方も日常的に遺伝子を探すとか眺めるといったことを、されているかと思います。で実際遺伝子の、名前とかあとキーワードを使って、これから探していくんですけれども、探していくとですね遺伝子にはこういくつかこういろんな ID がついているんですね。でその ID について、簡単に、まとめてみたいと思います。でそれから3番目、遺伝子を探すときに塩基配列を使って遺伝子を探したい、これもよくやられることではないかと思います。それも簡単にご説明したいと思います。そして最後にですね、これが本題なんですけれども、私どものセンターで新しく開発しております統合遺伝子検索 GGRNA というサービスについて簡単にご紹介させていただきます。で探した遺伝子を眺めるということに関しては、実際に探しながら今日は眺めていくわけなんですけれども、特に今日はですね、この遺伝子の発現量を調べるということに注目して、私どものセンターで公開しております RefX というサービスの紹介をしていきたいと思います。でまず遺伝子を探すということなんですが、皆さん遺伝子を探されるときに、一番使われているサイト、この NCBI のサイトではないかと思います。ちなみにですね、こう基礎って書いてありますけれども、最初の方本当に基礎的なことをやりますので、慣れている方はちょっと退屈するかもしれませんがご容赦ください。ちなみにこの NCBI のこのサイト使われている、使ったことあるという方どのくらいいらっしゃいますか。よろしければ挙手をお願い。かなりもう使われています。ありがとうございます。アドレス、ここに書いてありますようにちょっと長いですけれども、すごく有名なサイトですので Google とかの検索エンジンを使って NCBI で、検索するとトップにヒットすると思います。で実際こちらのブラウザーの方で、行ってみますが、これ NCBI と入れて検索するとこのトップにヒットしたのがそのサイトです。で、NCBI のサイト、遺伝子を探すというだけでなく、ちょっと拡大しましょうね。
左プラスプラス。遺伝子を探すというだけでなくて、パブメド、まあ、文献とか、まあ、こういったさまざまなデータベース検索できるようになっていますが、遺伝子を探すときにはヌクレオタイド、塩基配列を選んで下にキーワードを入れてやることになります。例えば、まあ、ここでは人のビメンチンという遺伝子について検索したいと思います。ここにビメンチンと入れてサーチを押しますと、サーチですね、まあ、このように結果が表示されて、1686件とかなりたくさん、まあ、ヒットしているのがお分かりいただけると思います。で、上から見ていくとですね、こうビメンチンという遺伝子を、まあ、人のビメンチンを探しているはずなのに違う名前の遺伝子がいっぱいこうヒットしているんですね。で、これなぜかというと、クリックしますとこの遺伝子の詳細の画面に行きます。この説明がいろいろ書いてあって、この中にビメンチンという単語が出てくるからヒットしているわけですね。ちょっと検索してみますと、出てきました。関連する文献の情報の中にビメンチンという単語が出てくるのでヒットしていると。戻ります。それから、ちょっと戻りすぎました。ビメンチンの検索結果ですけれども、このタイトルのところを見ますと、こうホモサピエンスとか生物種が出てくるんですが、これずっと見ていきますと人以外にもこうマウスとか、これニワトリですね、あのデータベースの中に入っている生物、こう全部ごちゃっとヒットするので、まあ、効率よく自分の探したい遺伝子にたどり着くためには、絞り込みを行わないといけないわけです。で、絞り込みのやり方は、まあ、簡単に2つご紹介しますけれども、1つは検索窓にキーワードを追加していくということで、大文字の and を使って複数のキーワードを入れてやると全てのキーワードを含むものだけがヒットする。で、さらにキーワードの後にこの緑色で書いてありますように、カッコ、ブラケットを使ってオーガニズムとかジーンネーム、タイトル指定してやりますと、これらのフィールドに限定して検索を行ってくれる。実際にビメンチンの検索例でやってみますけれども、今ビメンチンと入れている状態ですが、これビメンチンという遺伝子を探したいので、ブラケットでジーンネームと追加して検索しています。で、ここで注意していただきたいのは、このブラケットとあとキーワードの間はスペースを入れないでつなげてください。で、サーチとクリックすると、1000件以上ヒットしていたのが、今度10件と、かなり絞られました。ただここでもやはりニワトリとか、探したいもの以外の種の、エントリーがヒットしていますので、さらに、検索窓のところにスペース大文字で and と打って、ホモサピエンスと人に限定して検索をしてやります。で、ここで気をつけていただきたいのはホモサピエンス、スペースが含まれていて2語ですので、これはダブルクォートを使ってくくってやりますとフレーズ検索を行うことができます。で、さらにこれホモサピエンス生物種ですので、この後にスペースを入れずにブラケットでオーガニズムと入れてもう一度検索しています。そうすると人のビメンチンという遺伝子がヒットするという結果になるんですが、まあ、結果1件だけでしたので、このようにいきなり遺伝子の詳細な情報が表示されるということになります。で、この画面 NCBI のサイトをよく使われている方はもう見慣れていると思うんですけれども、一番最初のところにこのようにタイトルが表示されていて、で、上の方にですね、遺伝子の基礎的な情報が出ています。例えば
これアクセッション番号とかあとバージョン、このあたりは、後で、ご説明します。それから由来の生物種ですねなどが、まとまっていて、でその次にその遺伝子に関連する文献が、いくつかリストアップされて、さらにまあいろいろな情報が載っかっていて、例えばコーディングは塩基配列の123番目から1523番目で、翻訳するとこういうアミノ酸配列のタンパクができると。で一番最後にディメンチンの塩基配列が出ているという、まあ、こういう画面になります。であとですね、この絞り込みの方法もう一つ、ご紹介しますけれども、このブラケットの中に何て書けばいいのかこう忘れてしまった時に便利だと思うんですが、この NCBI の検索のサイト右上の方にアドバンストサーチというところがあります。こちらに進んでみてください。一旦戻ってこの画面ですね。で右上の方にアドバンストサーチというところがあります。ここをクリックします。そうしますとページの中ほどにサーチビルダーというところがあって、で下のプルダウンメニューから先ほどご紹介した、ジーンネームとかオーガニズム、タイトルでその他こういろいろなフィールドがこう選べるようになっています。ここを使って絞り込むことができます。で結果は先ほどの、検索窓に入れた場合と全く同じ結果が出るんですけれども、まあ、ここ忘れてしまった場合はアドバンスサーチを使う、覚えている場合は直接窓に入れた方が、まあ、早いかもしれません。それで遺伝子をこう検索して実際にこう、まあ、実験などに使うために整理をしていくと、こう遺伝子にはですねいくつかこう ID がついていることが分かると思います。で今日はですねこれだけは覚えて帰ってもらいたいという ID を簡単に整理してみます。でまず一番基礎的になる ID はアクセッションナンバーと呼ばれるものです。で塩基配列というのはですね、このアメリカの NCBI のジェンバム、ヨーロッパの塩部、それから日本の遺伝研 DDBJ という、ここが塩基配列の3大データバンクになっているんですけれども、このどこかに登録するとこの3箇所ではデータを常に共有していますので、どこからでも検索できるようになります。その時の共通の ID としてアクセッションナンバーというものがあります。で形としてはこういうアルファベットプラス数字という形をしていて、でちょっとマニアックな話になるんですけれども、このアルファベットの部分というのは、割り当てが決まっていて、MODDB の方の資料には、載せておいたんですが、こちらですね、遺伝子の ID とはアクセッションナンバーというところに参考アルファベット部分の割り当てというページあります。でこれ見ていただけますと、これそれぞれのアルファベット、これどこのデータベースに登録されたものかということと、あと大まかにどのような種類の塩基配列か、まあ、例えば EST だったり、あとパテント特許由来の配列だったりということが、まあ、割り当てられているということになります。で戻ります。であと大事なのはですね、この塩基配列の情報を詳しく見ていくと、必ず、まあ、このようにアクセッション番号の後に小数点がついて1といった、こういう形の場所があるんですね。でこれはバージョンの情報でして、例えばよくあるのはですね、シーケンスがこう詳しく読まれて UTR の部分が追加で登録された場合とか、あとシーケンスのエラーが分かって修正された場合、要は塩基配列が変わった場合にこのバージョンのところが点2、点3というように増えていきます。塩基配列が
このバージョンが違うものは基本的に塩基配列が違うと考えてください。ですので塩基配列を正確に指定するためにはアクセッション番号の前半の部分だけでなくて必ずこの点いくつというバージョン番号を指定する必要があります。でそれの、どこのポジションからどこのポジションまでというふうに言わないと、まあ、塩基配列が、まあ、定まらないとなります。であと一番下ですね、まあ、先ほどお話ししましたようにアクセッション番号というのはこの3つのデータベースに共通の ID なんですけれども、俗に、ジェンバンクのアクセッション番号と呼ばれることが結構あります。ただこれは、まあ、あまり正確ではないということだけちょっと覚えておいてください。まあ、ただそう呼ばれることが多いということで、ご紹介します。で次にレフセック ID というのがあります。でレフセックというのは何かといいますとですね、先ほどの3大データバンクには、まあ、世界中のこう研究者がこう自分の配列をこうどんどん登録しているわけで、最初にビメンチンという遺伝子を検索したときにものすごくたくさんの、数ヒットだと思います。でその理由の一つはですね、まあ、一つの遺伝子が、まあ、複数のグループが配列をサブミットしているという状況が、あります。でそういう状態では不便ですので NCBI がこのレフセックというまあ、レフセックと読むんじゃないかと思うんですけれども、そういう、まあ、日本ではレフセック、レフセックと呼んでいますけれども、そういうデータベースを構築して、一つの遺伝子に対して一つの配列、基準となるような配列を指定すると、まあ、みんな楽なんじゃないかということで、まあ、いわば遺伝子の百科事典のようなものとして作っているデータベースがレフセックです。で今ですね、一つの遺伝子に一つの配列というふうに言ってしまいましたけれども、正確には一つの遺伝子からオルターネティブスプライシングによって複数のメッセンジャー RNA が出てくるという、遺伝子いっぱいあります。でそういうものについては個々のスプライシングのバリアントについて一つ一つ別の ID が、ついている、まあ、つまり塩基配列に対してこう一つつく ID であるということになっています。で形式は先ほどのアクセッションナンバーとほとんど同じなんですが、違うところはアンダーバーが入っている、アンダーバーが入っているものはレフセックの ID だというふうに、まあ、お考えいただいて大丈夫だと思います。で点6とかあるこのバージョンの部分はアクセッション番号と同じ形式です。で先ほどの、まあ、アクセッション番号とあとレフセック、これデータベースが、まあ、異なるわけなんですが、やはりこれも俗にですねレフセック ID のこともアクセッション番号と呼んでしまうことが多いです。で実際にですねアクセッション番号を入力してくださいとかいうフォームに、まあ、こういうレフセック ID を入力してもほとんどの場合動きますし、事実上こう同じように使って、大丈夫なようになっています。でそもそもレフセックのこの配列を見に行くとこの NM 番号が書いてある横にアクセッションと書いてあったりします。で、まあ、今ご紹介したアクセッションナンバーそれからレフセック ID というのが塩基配列1つに対して1つついている ID なのに対して、シンボルそれからジーン ID というのは遺伝子ごとについている名前と番号になります。で遺伝子ごとというのは、オルターネティブスプライシングでこう複数の配列が出てくる場合もそれ全体をまとめて一つの名前と番号で、ここに例を出しましたけれども、人のカドヘリン、E カドヘリンという遺伝子がありますけれども、それについてはシンボルが大文字で CDH1、 ジーン ID が999という番号がついています。で生物種が変わると基本的には違うシンボルとジーン ID がつくことになっていて、マウスの場合は先頭だけ大文字の CDH1 でジーン ID は違う番号がついている。でシンボルというのはですね、これは基本的にはこの遺伝子名なんですけれども、ただ私たちがよく
使う名前と一致しないことも結構あります。例えば P53 という遺伝子がありますけれども、それは、まあ、テューマープロテイン P53 ということで、シンボル上は大文字の TP53 として登録されています。確かマウスは、先頭大文字の TRP53 だったと思います。あともう一つですね、まあ、遺伝子名ということなので、種がこう変わるとですね、ダブル可能性があります。例えばマウスとラットはですね、先頭だけ大文字であと小文字っていうような、まあ、慣例になっていて、で人は全部大文字の場合はほとんどなんですけれども、マウスとラットでは重なっています。こういうことが起こります。でそれに対して、GID の方は、まあ、生物種と遺伝子ごとにそれぞれついていますので、GID を指定すれば生物種と遺伝子がそれぞれ特定できるということになります。で、今出てきた ID の関係なんですけれども、これ、BGCR8 という遺伝子がですね、人の22番染色体にあるので、まあ、それを例に説明しますとですね、この BGCR8 からは2種類のスプライシングのバリアントが出てくるということが、分かっていて、2つレフセックに配列が登録されています。でレフセック ID の方は塩基配列につく ID ですので、別の ID がこのようについて、それに対して、シンボルとジーン ID というのはこの2つをまとめてこういう ID がついていますということになります。ちなみにこれ人の場合なんですけれども、マウスにも DGCR8 のホモログがあって、で当然塩基配列は違うので全く別の NM 番号レフセック ID がついていて、でシンボルは先頭だけ大文字の DGCR8、 ジーン ID は全然違う数字がついているということになります。で、まあ、ここまで簡単にその ID の説明をしましたが、次にですね、塩基配列を使って遺伝子を探すと見ていきます。で塩基配列から遺伝子を探すとき、やはり皆さんよく使われるのはブラストじゃないかと思います。ブラストを一度でも使ったことのある方、申し訳ありませんが、もう一度、これもかなり多いですね。ありがとうございました。NCBI のブラスト、まあ、こういうアドレスになるんですが、まあ、ブラストでググってください。でここではですね、こちらのブラウザーに行きますが、MODDB の、こちらですね、に、書いてある、配列から遺伝子を探すというところです。で、試しにですね、この TGA、AG、TG なんとかっていう、線虫由来の配列を、検索してみたいと思います。で、ブラストは、まあ、Google 検索で、ブラストと入れて、一番上にヒットするのが NCBI のブラストです。で今回はですね、塩基配列を検索しますので、真ん中にあるヌクレオタイドブラストというところに進んでください。でこれがヌクレオタイドブラストの画面なんですが、この一番上の枠にさっきの塩基配列をコピーペーストしてきて、でその次のところにですね、データベースというところがあります。ここを今回はリファレンス RNA シーケンス、レフセック RNA というところを選んでください。でまあ、これ先ほどのレフセックなんですが、それで検索をしますと、入力した配列とホモロジーのある遺伝子が探せるということになります。でこれ10秒ぐらいで出ると思うので、もう出ると思うんですが、はい、出ました。
2つ配列がヒットしていて、下の方を見ますと、C. エレガンス線虫の、リン41という遺伝子が、ヒットしていることがわかります。で、これ2つはですね、同じリン41というシンボルなんですが、これレフセック ID が異なる、2つのトランスクリプションのバリアントであると考えられます。で、これがブラストなんですが、もう一つご紹介したいのがですね、ブラッドというサービスがあります。でこちらの方はですね、やはり、Google 検索で、ブラッドと検索していただけると、こう一番上に UCSC ゲノムブラウザーホームというのが出てきます。一番上にあるブラッドというタブをクリックしてください。でブラッドは最初に生物種を指定する必要があるので、ここで C. エレガンス線虫を選んでやって、先ほどのシーケンスをペーストして検索をします。で結果今度は割とすぐ出ます。ブラウザーというところをクリックしますと、このように Your Sequence と、ちょっとズームアウトしますが、今入力した配列が黒の帯で表示されて、その少し下を見ていただくと RefSec Genes というところに Lin41 の2つのバリアントが引っかかっているとになります。で、以上簡単にですね、遺伝子を配列から探すというお話をしたんですけれども、ここでですね、先ほどキーワード、遺伝子名とかキーワードを使って、遺伝子を探そうとしたときに、意外と自分が探したい遺伝子が、上の方にヒットしない、それ以外のものがこうたくさんヒットしてしまうということとか、あと塩基配列を使って検索をすると、すごく時間がかかったり、もしくはたくさんこうクリックしなければいけなくて面倒だったり感じられたのではないかと思います。そこで私たちのセンターでは、主に私が中心になって統合遺伝子検索 GGRNA というサービスを今開発しているところです。でなんで GGRNA なのかというと、これコンセプトが Google のように RNA 配列を検索できるサイトということで、Google-like な RNA 検索エンジンということになっています。ただ呼びにくいので内部ではこう Google なとか呼んでいて、Google-like と言っておきながら Google なというのはちょっとおかしいんですけれども、URL はこちら短縮 URL で Bitly の大文字 GGRNA となっています。具体的にどういうことをしているのかというと、 RefSec を全文検索できるようになっていて、でこの右側の吹き出しの中を見ていただけると、セルディビジョンちょっと小さいんですけれども、ハイライトされています。このように遺伝子名とか、あるいは、フリーワードで全文検索ができるということと、あとこれが一つの売りなんですけれども、塩基配列を入れてこう簡単に検索できる、しかもニーミスマッチまで許容して曖昧な検索をすることができるようにしています。現在こちらに書いてある10種の生物種について、サービスを提供しているということで、サービスといってもですね、これまだ作り始めて3ヶ月で、検索、レフセックに対する検索がとりあえずできるようにしたという状況なんですが、これ何を目指しているかというと、今まではですね、先ほどお見せした UCSC のゲノムブラウザーみたいに、ゲノムにいろいろな情報をマッピングしてこう眺めるということをしていたんですけれども、バイオロジストはですね、ゲノムというよりもむしろ遺伝子とかその転写産物を単位にいろいろ物事を考えていると思います。そこで、遺伝子、RNA ですね、の上にさまざまな地ここに書いてあるような配列の情報を含む知識を統合して、これを簡単に探せると、そして眺めることができる、こういうサービスを目指して開発を行っているところです。でこれ実際に簡単に検索をしてみましょうということで、こちらのブラウザーの方で短縮 URL 直接入れていただいてもいいんですが、せっかくですので Google などをググってみましょう。
でそうするとですね、ググるなとか言ってるので一番上にはヒットしないんですけれども、まあ、ちょっと下を見ますと統合遺伝子検索 GGRNA というところが出てきます。で進んでいただいて、でここにですね、まあ、スライドにありますようにこう様々なキーワードを入れられるわけです。例えばクローディンという、まあ、遺伝子の名前なんですが、入れて検索を押しますと、まあ、このように結果が出てきて、でちょっと見ていきますけれども、一番最初にサマリーというところが出てきて、クローディン、これ84件レフセックのトランスクリプトがヒットしていることを示しています。で下にアンドとあるのはですね、今キーワード一つだけ入力したんですけれども、キーワードを複数入力してアンド検索ができるんですね。で例えばこのクローディンというところの後に、ATG、ATG、ATG と入れてもう一度検索してみます。でそうするとですね、あ出ました、今の ATG、ATG、ATG というものに対して2044件レフセックの ID がヒットしていて、でこの両方満たしているものが3つ見つかりました。その3つのどこに当たっているかという詳しい情報が下の方に出ています。でタイトルのところリンクが貼られていて、これは最初にご紹介した NCBI のサイトで出てくる情報と基本的に同じなんですが、このように検索した場所がハイライトされるようになっていて、まあ、見やすいというページになっています。でずっと下の方を見てみますと塩基配列で今の ATG、ATG、ATG というところもちゃんとハイライトされています。で、ちょっと時間が押していますので、まあ、あのここにあるようにこうフリーワードとか、あと当然さまざまな ID とか、遺伝子のシンボルで検索をすることができます。で、塩基配列を使って検索するというのもできるんですけれども、これはですね、まあ、ちょっとここ飛ばして先ほどの線虫の配列ありました、これを検索してみたいと思います。一旦このロゴをクリックするとトップページに戻れるんですが、ここにペーストして、あとググルナでは生物種を先に選んでやる必要があります。ホモサピエンスというところを C. エレガンスに変えて検索してください。でそうすると本当にグーグルのような感じでこうあっという間に結果が出てくるわけですね。で、ブラストとかブラッドでヒットしたようなリン41の2つのバリアントが出てくる。あと塩基配列を検索した場合、このヒットしているところ、この青、緑になっているところの下にポジションというところがあります。配列がヒットした場所が表示されるようになっていて、その後に CDS と書いてあるのはコーディングの範囲を示しています。例えばこの例ではコーディングの中に配列がヒットしているということが簡単に分かるようになっています。でですね、まあ、実習というか、まあ、PCR プライマーの配列のような短い配列を使って、まあ、遺伝子を探してみるという話をちょっとやってみたいんですけれども、まあ、人のある遺伝子に対してですね RT-PCR をかけたかったわけなんですが、実際に実験をしてみるとなぜかこうバンドが2本出てきてしまったという事例です。で、まあ、ちなみにこの逆転写ポーストを入れない RT マイナスのところでは何もバンドが出ていない。でこれは一体ということで、この2つのプライマーの配列から増幅遺伝子のシンボル遺伝子名ですね、それからレフセック ID バンド、予想されるバンドのサイズを調べてくださいということで、ちょっと時間が押していますのでこのまま、こちらでやってみますが、まあ、皆さん moddb の方にこのプライマーの配列載せてありますので、こちらをコピーペーストしてみてください。フォワードプライマーを、Google なにコピーペーして、失礼、今線虫になっていますので一旦トップページ戻ります。これ人です。でペーストして、
で、リバースプライマーの配列をベースとして注意しなければいけないのは、リバースプライマーはこうコンプリメンタリーな逆側のストランドになっていますので、これこのトップページの下の方を見ていただけるとですね、下の方にコンプというタグオプションを用意しました。これはコンプというのをつけると相互差に直して検索をしてくれます。ここではリバースプライマーの配列の前にコンプとつけて検索をしますと、まあ、このように2つ、DGCR8 というシンボルの、まあ、先ほども例に出した遺伝子なんですけれども、それが2つ、ヒットしたと。で、NM 番号はこちらに表示されている。で、問題のバンドのサイズなんですけれども、配列がヒットしたポジションをもとに計算をすることができます。ただリバースプライマーがヒットしたこの場所、例えば2272という場所はこの先頭の A の場所を示していますので、プライマーのこの後半部分の長さを付け足してやらないといけません。で、そうやって計算をしてみますと、答えはここをクリックということで、この2つのトランスクリプションバリアント、それぞれ402ベース501ベースの、バンドがですね、PCR で増えてしまったということになります。で、まあ、これ、架空のデータで、この電気エイドもですね、まあ、昨日フォトショップで出したデータなんですが、実際のところはですね、PCR をかける場合は、標的となる遺伝子というのはもう分かっているわけですね。で、しかもプライマーを作るときに、産物の長さというのもちゃんと決まるわけです。ただ、まあ、一昔前に設計したプライマーを使って PCR をかけて、でバンドのサイズ、これ本来何ベースに出るんだったっけとか、そういう時にですね、短い配列を使って、遺伝子を探すというのが意外と面倒くさいということで、まあ、今ご紹介した Google Now を使っていただければと思います。で、次に、まあ、遺伝子を眺めるという話なんですけれども、検索した遺伝子の発現量を見てみたいということで、当センターで公開している RefX というところで見てみます。で、RefX というのはですね、遺伝子発現データのレファレンスとなるようなデータセットを作ろうということで、塩基配列の RefSeq と同じような発想なんですが、世の中にはこういう異なる実験手法に基づいて得られた発現量のデータというのが溢れています。で、それを統一的にこう、まあ、まとめてですね、一覧できるような、データベースが RefX というふうになっています。で、組織ごとの発現量も、一覧することができて、でそれを人の 3D 人体マップに上に表示して可視化することもできます。現在、人、マウス、ラットについてデータを提供しています。で、RefX で発現量を見るということなんですが、Google などで検索をすると、このヒットした遺伝子の下に RefX 発現量というところが出てくると思います。で、これをクリックしていただくと RefX のその遺伝子の情報に飛べます。で、こういう画面が出るんですけれども、まあ、こちらのブラウザの方でも今やってみます。ここで、シンボルで、VIM と検索して、出てきたこの一番下に、これやっぱこっち使いますね、 RefX 発現量というところがあります。ここをクリックすると今の画面が出てきます。で、左側がですね、遺伝子に関するアクセッション番号とか遺伝子名など情報が表示されていて、で真ん中がこのビメンチンの発現量、4種類の実験手法での結果がそれぞれまとめられている。それから一番右に組織ごとの発現量と、あとちょっと小さいんですけれども人人体マップが表示されています。で、これ、1件しかヒットしていないんですけれども、こうバーッと縦にこう複数
とした場合表示されるようになっていて、これ一つずつこうクリックできるようになっています。こちらのブラウザーでクリックしてみますと、このように詳細な情報が表示されると。で最初の方に遺伝子に関する詳細な情報が出ていて、で次に発現量ですね、そして、組織ごとの発現量のデータと、あと人の 3D 人体マップです。これ、全体軒並み赤く染まっていますけれども、ビメンチンというのは、細胞骨格中間系フィラメントを形成するタンパクで、どの細胞でも比較的高発現な、タンパクですので、赤くなっていると。でこちらの組織ごとのデータもですね、これほとんどが、ジーンチップのデータなんですが、これアフィメトリクス社のマイクロアレイのデータです。ほとんど全て、非常に高い発現量になっています。でこのアフィメトリクス社 のジーンチップというマイクロアレイなんですが、このようにですね、一つの遺伝子について25マーという比較的短いプローブを複数使って一つの分子をメッセンジャー RNA を検出するという仕組みになっています。でこれ11箇所あるいはそれ以上プローブが設計されていて、しかも下にこう書いてありますように、この1箇所あたり2つパーフェクトマッチするプローブと、真ん中に1塩基のミスマッチを含むミスマッチプローブがそれぞれ用意されていて、でこの例えばこの場合ですと22個のプローブですが、これをプローブセットとアフィメトリクス社では呼んでいます。例えばこういうプローブセットごとにこういう ID がついています。でこの22個のプローブにから得られたシグナルを、いくつかアルゴリズムがあるんですけれども、これをまとめて一つの値にしてこのメッセンジャー RNA の発現量としているわけです。でここでですね、もう一度この RefX の画面に戻っていただいて、上の方遺伝子の詳細な情報を見ていくと、プローブセット ID というのがここに表示されています。で次の、実習というかなんですが、このマイクロアレイのプローブ配列を使ってどこに当たっているのかを調べたいということが、これもたまにマイクロアレイを使っているとよくあると思うんですけれども、それはですね、ここのプローブセット ID を使って Google などで検索できるようになっていて、クリックするとこのように Google などのサイトにリンクが貼られています。 Google などではプローブセットの ID から一旦プローブの配列に展開してやって、その一つ一つの配列を RefSeq に対して検索をやって、で、このようにちゃんと今調べたビメンチンという遺伝子がヒットしているということがわかります。でこのタイトルのところをクリックすると、どの場所かと、真ん中から3末にかけてこのようにプローブが当たっているということがわかります。でちなみに濃く表示されているところは、こう2つのヒットが重なっている場所です。ということで、ちょっと最後駆け足になってしまったんですけれども、実習の内容といいますか、私たちが開発している、Google などという統合遺伝子検索のサービスと、RefX 発現量の、データベースをご紹介しました。どうもありがとうございました。